ろしくお願いいたします。初めまして、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ありがとうございます。今日は小林正人さんというお名前を見て、はい、どっかで見た、どっかでな、何だったろうって思いながらずっと私はですね、はい、はい、まあ、映画雑誌で、はい、今は泣き、泣き、まだあるんですけど、ほとんど形としてはあるんですけど、はいはい、愛読書がありまして、ありました、はいはい、それでお名前をずっと拝見させていただいて、読んでおりました。ちっちゃい文字ですけど、はい、はい、そうですね、はい、5年ぐらい前まではずっと書いてましたね。そうですよね、はい、もうだから映画評論家でも本当に活躍されていて、翻訳家としても活躍されている方がこの東海三県の三重県出身でいらっしゃるということでそうです、びっくりしました。ありがとうございます。ありがとうございます。三重のどこ？三重県の菰野町です。菰野町ですか？ご存知ですか？知ってます。私三重テレビっていうので、はいはいはい、映画番組を18年ぐらいやってたんですよ。ああ、そうだったんですね。今ちょっと休止中なんですけど、はいはいはい、休止っていうのはいい言い方ですよね。いいんじゃないですか。です休止中、はい、そうですね、再開してください、はい、よろしくお願いします、はい、なので菰野町の辺はよく行ったりとか。あ、本当ですか？はい、アクアユニスとか、はい、ご在所、まあ、ロープウェイとか。そうです、そうです。はい、大学進学とともに東京に出たんですけども、はいはい、そうですね、その前からもう僕、その三重県に住んでる頃から、まあ、小学5年生ぐらいの時から映画館、まあ、四日市が割と電車で行ける距離だったんで、そこで、まあ、映画館行くようになって、まあ、クラスメートとかと一緒に、そっから、あ、こういう世界があるんだと思って、はい、大体お小遣いのほとんどを映画館で使うっていうのと、まあ、あと映画とあと音楽っていうのはもうずっとその時から好き でちょうど僕が中学生になった頃ってやっぱ80年代でビデオレンタル店がいろんなところに出てきて、ついに菰野町にも第1号店が出てきて、そこでもう片っ端から借りたりして、あとそこがなんかフリーペーパーを毎月開放出してて、はい、そこで僕中学生にしてレビューを書いてたっていう。すごいですね、もう、はい、もうすでにデビューされてた。デビューしましたね、その時。今やまたすごい稚拙な文章で、なんだこれってよくこんなの採用したのこの人って思ったんですけど。いやいや、だって中学生だし、はい、で今みたいにそのネット上じゃなくてちゃんとこうね、原稿って、そうです、手書きでこう書いたの、ね、わざわざラバンパとか書いてましたよ。ラバンパ懐かしい。ラバンパとか書いてましたよね。いやそれが、はあ、で、ライターっていうか、まあ、文筆業のスタート。そうですか。ルーツ中学で、中学2年生、はあ、でその時、まあ、映画、まあ、文章自体書くの昔から好きっていうか得意だったんですけど、好きじゃないんですけど、なんでその書くのは別に苦でもなかったですし、はい、ただその物を書くっていうことに目覚めたのはその大学に入って、で、まあ、東京来て、その後僕新宿から映画館でずっと働いてたんですよ。そうなんですね、はい、あ、劇場で、まあ、工業の世界で働いてて、まあ、大学の時からずっと働いてる中で、まあ、途中で自分でフリーペーパーみたいなのを作り始めて、はい、自分で書いて、まあ、ただで配って、はい、劇場に置いてとかやってて、はい、それから、まあ、インターネットが、まあ、90年代の末から生まれて、いろんな映画サイトもできて、でそこでなんかこうたまたま、もう言わないんですけど、その人の中のチネットっていう映画サイトに、はい、その、まあ、読書が書き込めるようなところがあって、そこでなんか書いてたら編集長の人から声がかかって、はい、うちで書かないって言われて、そこでちゃんとお金を払って、まあ、ギャラっていうのをもらって、はい、そうですね、あ、こういうことができるんだと思って、はい、ただその時はまだ物を書いて食べれるとは思ってね、自信がなかったし、どうやってそんな慣れるんだろうと思ってたんで、なかなか難しいですよね、そこだけの気候だったりすると。 そこからどんどんだからお声がかかってってことですよね。まあ、そこから一回ちょっと僕はニューヨークに行って、ニューヨークに2年住んでて、まあ、全然違う音楽の仕事を、一番好きな音楽の仕事を一回やってみようと思ったんですけど、はい、まあ、ちょっとそれはなんかいろいろビザの関係とかでうまくいかず、で戻ってきて2006年ですね。でそこからもう覚悟を決めて、はい、ライターとして一回やってみるかっていうところで、でそこからまあ
何度か半年ぐらいでうまく軌道に乗ってって、はい、そこからそうですね、ライター、まあ、映画評論家になって、翻訳の仕事もやってっていうところですね。そうなんです。で英語のもうお得意、お得意というか翻訳ですから、相当勉強されるいや、映画の英語はそうですね、昔から好きでしたね。そうなんですね。昔からっていうか、そう、僕はあの嫌いなものはすごい嫌いなんですけど古事記とか、古典とか、古典とか、はい、その昔のことを振り返ると全然興味がなかったので、はい、現代文と英語はすごい得意だったんですよ、昔から。読解力、書く、文筆力が得意で、で英語もやっぱりその昔から、まあ、昔からアメリカの映画もちろん音楽も好きだったので、はい、まあ、コツコツと勉強して、うん、それで98年に初めてアメリカに行って、それから毎年アメリカに行ってたんですよね。それはお仕事で？あ、いやいやいや、プライベートでも行かれて、行こうとして行ってる中で、はい、あ、もっと勉強しなきゃって思うんだよなって、はい、それでまあそうですね、で2005年に住むようになって、うん、でまあそこでもちょっと学校行ったりはしたんですけど、まあやっぱり普段から英語の脳を使うことですよね、はい、そこがやっぱり一番、ね、来日した時にインタビューをテレビでさせていただいてたりとかしたんですけど、やっぱりね、こう翻訳というか通訳の方が、うん、通訳の方のお仕事取っちゃいけないと思って私が喋っちゃいけないと思って、その理由でずっとやってないです、はい、取っていいんですよ。いやいやいや、だめです、怒られちゃう、僕のみんなに怒られちゃう。いや、僕の場合逆で、はい、そのライターになった最初の頃、まあ、英語も、まあ、多少は喋れたんですけど、今ほどやっぱり自信はなくて、はい、できっかけがその時の通訳の女性で、はい、今僕の仲いい友達なんですけど、はい、すごいベテランの方がいて、はい、その人がこれから自分でやってみたらいいんじゃないって言われて、はい、だってできるでしょって言われて、そこでそうなんだ、じゃあやってみようかなと思って。大倉さん？違うか、うん、大倉さん、大倉さんのチャキチャキ、そうですよ大倉石子がそう言ってくれて、その本当にあのライターになって割とすぐクエンティン・タランティーノ、グランドハウスってあったじゃないですか、はいはい、あの時僕クエンティン・タランティーノに 4、5 回インタビューする機会があって、あ、その時いつも大倉さんがあったんで、それってもう大倉さんもそうやって言われたんですね、はい、やってみればあって、それでもうなんか、うん、それから一人でやるようになりました。だからインタビューのプロなので、今日すごい実は緊張してたんです、最初は。インタビュアーの方にインタビューするっていう、だってドキュメンタリーを撮られる監督はインタビューで全部で編集されていくじゃないですか。まあまあ大体そうですね。だからもう、いや、どうも小林監督に今日インタビューすればインタビューとか、いやいやいや、なんて思ったりなんか。でもね、もちろんインタビューのプロでいらっしゃるわけですけど、僕とは違うアングルからこういろいろ見れるはずですから。いや逆にそう僕は思ったんですけど、今回その自分で取材を受けるようになって、本当インタビューする方が大変ですよ。はい。ご自身でやられていたので、はい、わかります。される方が本当に楽ですよ。まあ、でもやっぱりそのご自身がやってきたことを全部お話しするので、あの、まあ、頭の中ももちろん話しますし、まあ、ありますし、はい、そういうこともあると思うんですけど、うん、いや、ただそ あの小林正人さんという方をこう、ね、いつも拝見してたわけですよ、雑誌とかいろんなところで、はい、ネットまで、はいはい、ミッドサマーもあの読んでから行きましたし、はい、それ逆大丈夫です。ディレクターズカットを見るときに間に見させていただいたんですけど、はい、っていう、こうね、いつも本当にお世話になっておりますという感じなんですが、その長編映画としては2本目になる。そうですね、でも実質的にこれが1本目で、はい、そのまあ昔住んでいた僕の心の故郷ニューヨークがあるんですけど、はい、そこに2016年の秋11月に行った時に、たまたまその街を歩いてたら、はい、まあ、ちょっとやっぱりラーメン屋の数が昔より増えてたんですよね。じゃあこれ何なんだろうと思って、ちょっとぼーっと考えてて、たら突然、はっ、ラーメンの映画を作ろうって思ったんですよ。これ絶対面白いのができるっていう、そのとにかくラーメンの映画を作るっていうアイデアを信じて、そのまま
よしじゃあどうやって何を作ろう、どういう題材を集めて作ろうっていうことをすごい真剣に考えて、はい、いろんな人が当たって、はい、運よくそのアフリの社長の中野ひろとさんが興味を持ってくれて、はい、でまあ弟さんの重俊さんもすごいやっぱり有名なシェフだっていうことを聞いてすぐ紹介してくれて、でそれであこれで多分自分が思ってるような映画が作れそうだっていうことになって。面白いですね、そのきっかけっていうのは。特に僕ラーメンが好きだったわけでもないんですよ、はい、そうなんです。ただニューヨークに行ったらじゃあどんどん増えてたって。まあまあそうですね、はい、うん、でそのやっぱりちょっと特殊だなって思って、お寿司とかとやっぱ違うわけで、ラーメンとちょっと食べるのもね、大変だったりして、はい、でやっぱりそのラーメンっていうこの見た目からしてちょっと、はい、うん、面白いなっていう、すごいエンターテインメント性があるなっていうのがあったんで、自分が求めてたような、うん、そのキャストに出会えたということですよね、はい、そうですよね、はい、ドキュメンタリーはまあ今までは見る側だったと思うんですけど、はい、こうドキュメンタリーを撮るようになってからそのドキュメンタリーを見る目は変わりましたか？まあ、ドキュメンタリーだけじゃなくて映画全般をやっぱり見る目は変わりましたよね。どういうふうに変わった？ドキュメンタリーだとやっぱり僕のちょっと僕あの映画制作とか学んでないんで自分のスタイルで撮ってるんで、まあ自分が影響を受けた自分が僕どっちかというとあの音楽ドキュメンタリーとかすごい好きで、まあ、趣味があるんですけど、それやっぱ音楽ドキュメンタリーって演奏シーンがあってあと大体そのインタビューがメインだったりするんで、はい、そこもちょっと影響を受けてるんですけど、他のやっぱりドキュメンタリー映画を見ると、うん、そこも、まあ、僕の映画ほど多分インタビュー使ってないだろうっていうのがやっぱあるんで、大体、うん、どういう構造にしてるのかなっていうのはやっぱり気になったりはしますし、はい、やっぱりあのお金の書き方とかもそれぞれなんで、はい、まあ、技術的な面もありますし、うんうん、まあ、劇映画の場合はもう完全にあれですね、はい、カメラの裏側の視点から考えるようになったので、はい、すごい、うん、そこから新しい驚きがこうあったり、なんで ここでこういうショットになっちゃうかっていうのが厳しくなっちゃったりしたりとか、だからそう、はい、多分次はこう来るだろうなっていうのが予測できたりとかっていうのもあるんで、うん、すごいやっぱりあの次僕も劇映画撮るつもりで準備してるんで、はい、そっちを今すごくやっぱりそうですね考えてますね。ドキュメンタリーはもちろんもまだもう一本もうすぐできるんですけど、いかにその人の心の中に飛び込んでいくかっていうところなんで、そのだから今回僕撮影の仕分でずっとやってたんですけど、やっぱり普段お仕事されてると分かると思うんですけど、はい、やっぱり人がいなければいないほど、はい、心を開いてくれるんで密な時間、密な距離をっていうところで、うん、だからやっぱりインタビューの内容っていうのはすごく重要だなと思ってましたね、うんうん、このひろとさんにお会いして、これ弟さん あの中村屋をはじめに作られた中村茂俊さんが今回、はいはい、まあ、メインというか、まあそうですね、あれですけどになっているんですけど、このお二人ですね、その中村さんという方にもうかなりこうラブを感じたんですよ。なるほど。もうこの人のことをすごくやっぱりこうあの知りたい知りたいっていう監督の気持ちが私に伝わってくるっていう、そういうのはそこがあったんですけど、やっぱりすごい魅力的な方なんですね。まあまあそうですね。最初にいきなり会った時からもうすごいやっぱオープンで。あ、小林さん、じゃあどうぞ、じゃあ食事作んで食べましょうみたいな感じで、昔からの友達のように最初から接してくれたんで、そこはやっぱり、うん、なんなんですかね、最初から波長はあったっていうか、うん、だから本当に、ずいぶん長い時間を一緒に過ごさせてもらって、まあ、やっぱりインタビューするとやっぱ面白いんですよ、話も面白いです。すごい長い。多分10時間ぐらいインタビュー取ったと思うんですけど、はい、全然気にせずにいっぱい話をしてくれるんで、いろんな話を、まあだからやっぱり僕自身
映画を撮りながらすごいやっぱり刺激を受けるところもあって、うん、で、後で聞いたら向こうもそうだったらしくて、そうでしたか。お前さんはそんないきなりこんな映画をね、今まで撮ったことないの撮り始めてて、びっくりしてみたいな感じで言われたんで、あ、そうなんだと思って、はい、で今回僕ドキュメンタリー映画ですけど、はい、そのキャストのルックスっていうのはすごいちょっと気にかけたのがあって、で劇映画じゃないんですけど、やっぱり魅力的な方がいいわけじゃないですか、はい、映画をこう輝かせるなら、でもそこもすごい幸運だったなと思ってるんですよ。この二人ね、うん、なんかね、あんまり似てない。そうなんですよ、似てないんですよ、うん、で、お父さんがヒロトさん、ヒロトさんお父さんに似てるのかな、うん、なんかヒロトさんでもね、おじいさんに似てる。あ、おじいさんですか。そうなんですよ、覚醒で似てて、はい、おじいさんの写真見たら似てて。だからそのやっぱご両親から直接見るわけじゃないんだなっていうのがこう分かる。で2人ともだからご両親にそこまでは似てないですよね。お母様もね、でもお母さんのそのだし、小さい頃から食べてたものっていうのは、だから子供の舌っていうのは大事ですね。あ、そうですね、本当に、うん、環境はすごく大事ですよね。これ見ていろんなことを思いましたもん。まずだからお母さん、そのお母さんの味って、はいはい、お袋の味っての本当に大事なんだなっていうのがあって、それも感じました、はい、あとルックスのことも感じました、はいうん、そのお母さん多分代々お母さんのお母さんで、まあ、おばあさんですよね、2人がすごいやっぱり料理がすごい上手だったっていう話を今回映画からちょっとカットしたんですけど、でそっからのやっぱりこう家族でずっと遺伝じゃないですけど触ってるものがあったから、だからもうシェフになるべくしてなってきたみたいな人なのかもしれないですよね。インタビューはいっぱい撮れて、もちろん、まあ、いろんな人のインタビューそれぞれ面白い箇所っていうのはカットせざるがいないあったんですけど、最初このバージョンってこの映画って一番最初にできたバージョンって107分とかあったんですよ。あ、はい、だからで実際今91分なんで16分ぐらい切ったんですけども、そのやっぱりインタビューがちょっと長すぎて、それをなんかこうインサートでカバーするっていうのがやっぱ昔の話とかだとちょっとなかったんで、まあ、そこをちょっとアニメでごまかす人とかもいますけどそういうこともできなかった。写真とか入れたりとかできなかったんでカットしたんですけど、まあ、かなりいっぱいそうですね、まるまるこのインタビュー面白いのにっていうのを削ったりはしたことがありました。それとは中国から来た中華そばじゃないですか。はい、でそれが日本で変わってた、ね、そうですね、独自のなんか発展を遂げて。ナルトはどこから入ったんですか。中華そばですかね。うん、日本の中古そばじゃないですかね。そうですね、ナルトがねこう入ってた、中国に行っても見つからないですよねきっとそうなんです。でも監督は そこまでラーメン好きではない。まあ、ラーメン自体好きだったんですが特に好きではなかった、普段そんなしょっちゅうラーメンを食べに行くって感じではなかったですよね、うん、だけどこの中村屋さんのラーメンを食べた時はやっぱり衝撃的です。まあ、そうです。そのニューヨークの中村で多分初めて彼の味を食べさせてもらって、はい、やっぱこれは違うなと思って、今回の撮影を通じていろんな店でいろんなラーメン食べましたけど、はい、まあ、彼のラーメンもそうですし、はい、福島県の白川の虎食堂が、虎食堂行きたいですね、とかは本当に絶品で、はい、まあ、もう本当朝4時ぐらいからこう麺を作ってるんですよ、手製の。プチされてましたよね。はい、あれとかも見させて、あれ僕も体験して自分で踏んだりしてみたんですけど、あ、こうやってやってでここまでやるんだっていう でもその本当に味に表れてますよね。いや、すごいなと思って、もう本当にこれからはそのラーメンね、こうちょっと太るかなと思ってちょっとだけ残したりとかしてたんですけど、はいはいはい、絶対食べます最後の最後まで飲んでやると思って、はい、これだけ大変なんだもん、びっくりしました。すごく美味しかったし繊細な味でした。お取り寄せしたんです。ああ、はい、アフリー、これはもう見たらね食べたいですよ。それは成功です。それは成功です。はい、そういうことだったんですか。ね、そういうことだったんですよね。びっくりしましたけどもね。はい、ありがとうございます。まあ、この後はまたラジオでもいろいろとお聞きしたいなと思いますけども、はい、はい、もちろんです。はい、シネマテイクの方で公開ということで。あ、シネマテイクで、はい、10月23日から、ね、うん、で、
はい、また名古屋にもいらっしゃって、あ、もちろんです。そうですね、三重県